フリーランスの安住です。一部報道でありますけども、香川1区の小川淳也議員の件です。もう幹事長もご存知かと思いますけども、日本維新の会の代議士会の方に入られて、維新、香川1区の、候補者擁立を断念してくれといった。それからその地元紙の方ではですね、その候補の実家に行って、立候補断念を、求めた、その前に電話をかけられたそうなんですけども、こういった行動についてどう思われるのかということと、あとは、野党共闘という枠の中に維新は入っていないはずなんですけども、これについて重ねてどう思われるのかということをお聞きしたいと思います。小川淳也さんと、維新で立候補されるという方が、もともと玉木雄一郎議員の秘書をやられたということで、旧知の仲だったということもあると思います。その中で、小川淳也さんとしては、何としても一対一の構図で選挙を戦いたかったという思いが強かったんだというふうに思います。旧知の中でなければ、そういう行動を起こされたかどうかは分かりませんが、私はつぶさに、状況を知っているわけではありませんけれども、そんな環境の中で、なんとか一対一の構図で議席を守りたいという思いが、そういう行動を取らせたのだというふうに思いますし、維新の場面に行かれたということで、維新の皆さんが、なんというか、気の悪い思いをされたのだとしたら、それはお詫びを申し上げなければいけないと思います。